中身ちょっと水入れてきてくれる？はい。これでちょあのグラグラ煮てくるともうちょっと濃度が濃くなるんですけど、そういう風に作ってあるんです、このお味噌がね。Thank you.
様子見ながらね、だから常時見に行くのね。で、見えた黒いのも今なかった。今日に限ってないんだ。ゼロ。食べてみます？あ、いいです。結構美味しいですよ。お肉のブルブルって柔らかいのとコリコリ、でも静岡の味は白いっていうのが特徴だから。